どうもこんばんは、星野源です。ですね、なんか人生の中で僕何回かあるんですけども、それまでとそれからが全く世界の景色が変わって見える瞬間っていうのが結構何度もありまして、まあ、例えばそれの一つ言うとしたら、僕がくも膜下出血で倒れてしまって、で、倒れた瞬間から、ちょっとその世界の見え方が変わると言いますか、やっぱりね、まあ結構、こういう、なんていうのかな、こう、今までこう、過ごしてきた日常から、体験したことのない感覚だったり、空気のゾーンの中に、こう、なんていうんですかね、こう、膜みたいなのがあって、その膜の中に入ったみたいな、で、その幕の向こう側には、元にはもう絶対に戻れないっていうような、なんかそういう感覚っていうものがあって、その時は結構、まあもちろん、辛い体験なんだと思うんですけど、僕はその時めちゃくちゃテンション高くて、なんか、生きるぞっていう感じのテンションだったので、結構周りの心配してくださった方々は、まあその場で、こうスタッフのみんなとかも含め、みんな泣いていたりしたんですけど、僕はなんか絶対大丈夫だみたいな思いつつも、なんていうんですかね、こうなんだろうね、まあ、たまにこう CG とかであるじゃない、映画とかでも、なんかこっから先は水の中で、その中にこう歩いて入っていくみたいな、なんかファンタジーとかであるじゃない、なんかそういう感じ、何かもう違うゾーンの中に入っていくっていうな。で、もう一個で言うと、紅白歌合戦で、サンという曲でね、一番最初に出場させていただいた時に、紅白歌合戦って、まあ、みんなこう、まあ最近はね、ちょっとまあコロナの影響もあったりとかして、演出とかいろいろ変わったり、あと僕もね、NHK 王じゃないところからやったりとかすることも多くなったんで、またちょっとこう、雰囲気また変わってきてるんですけど、僕が初めて紅白に出させてもらった時、2015年だったかな、なんて言うんでしょうね、こう紅白らしさみたいな、もう紅白といえばという感じの出場者の方々もたくさんいたし、こう最近はね、なんていうか、こう若い人だったりとか、まあ、いろんなこう企画があったりとか、なんかこうなんて言うんですかね、こう企画がね、雰囲気はまた変わってきてると思うんだけど、昔ながらの紅白の空気がまだ残ってる時だったよね、あの時。そう、だから本当に山下達郎さんが言うところの、その、NHK ホールの舞台の床に血が染み込んでるっていう、その、こう、なんか、歌ってきた人たちのなんか、こう、そういう感じがまだがっつりあるところで、で、NHK ホールの中でこう、いろんなこう場面転換もあって、あれ本当にギリギリなんだよね。こう、それでは歌ってください、どうぞって言って、カメラがこう、パッて切り替わる直前までスタッフさんいたりするんだよね。で、曲名言ってるとき、何々です、どうぞの、そのどうぞの間にまだ楽器隊がいなかったりするんだよね。その、このどうぞの3秒くらいの間で、うわーって楽器隊来て、で、うわーってこう、スタッフの肩はけて、パッてつくと、もうイントロ鳴るみたいな、ひえーみたいな。で、まさに僕の時もそうで、その時まあ、そのトーク司会者の方々、応援団長の方々と喋って、で、じゃあ準備の方お願いしますって言って、喋った時もギリギリまでマイクがもらえなくてっていうか、その、まあ、もちろんいろんな準備されてるんで、その準備はまだ整ってなくて、本当にイントロになる直前にこうマイク取って、こうカメラがパッて向いて、で、そっから僕記憶なくて。で、でもやっぱその記憶なくてっていう瞬間から、そのいわゆる今まで過ごしてきた自分の知ってる世界じゃないところに入り込んだっていう感覚がすごくあって、なんかそういう、まあ、ありがたいことに経験っていうことをすごく何度かさせていただいておりまして、で、ちょうど、先週の水曜日、まさにそういう瞬間だったんですよね。で、なので皆さん、こう、これを聞いている方もですね、やっぱりその、
あの話題というのを今日話すんだろうなと思っていると思いますので、もちろんお話ししますので、でも基本的に僕のラジオ のコーナーは全部やろうかと思っていてですね、基本的にいつもと変わらない星野源のオールナイトニッポンなんですけども、結婚ということで実はちょっとここにとある人が来てくれてて、でね、そうなんです。なのでちょっと今日まずオープニングでね、この方をご紹介していろいろお話を聞けたらいいかなーなんて思っております。それでは今日のゲストこの方です。自己紹介お願いします。はい、番組ディレクターの野上と申します。よろしくお願いします。エディ落合くんが今もう口でやったレゲエ本を入れてきたよ今。ちょっといじってる。いじってるよね。こんなのやれって言ってる、言ってた？いや一切言ってないです。あ本当、はい？いわゆる普通のファンファーレだけだったら、ちょっとやっぱりいじってる感じありますよね。だいぶ後輩なんですけど。後輩なんですけど。そうだよね。はい、いやだからじゃあ違うね。そう野上くんね。はい。はい、新婚さんじゃないですか。ありがとうございます。だからやっぱりちょっとね、この機会に俺お話聞きたいと思って。はい。うん。いつ結婚されたんだっけ？昨年末の、うん、11月。あ、11月じゃ本当に近い感じですね。はい、じゃあ、あれですね。はい、こう、まあ、一緒に住み始めて。はい、そうです。最近どうですか？そうですね、ちょっと。うん。2週間前に、うん、喧嘩をして。あ、まあでもね、あるよね、全然。ちょっと家から追い出されまして。マジ？はい。ちょっと家にいないでくれって言われて、この2週間ずっと実家に帰って。ごめん、ごめん、そんなことだと思わなかった。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。嘘？思いました。はい。本当？はい、ちょっと。いや、違うのよ。なんか、はい、最近ね、結婚されたから、なんか僕も聞いて、なんかこう教えてもらえることあるかなと思ったんだけど、そういう感じなのね。そうですね、ちょっとなんか喧嘩しちゃったんだ。はい、ちょっと、うん、はい、あ、じゃあちょっと、じゃあしばらくそうだったんですけど、うん、でこの間打ち合わせしたじゃん。ズームで、はい、ズームで打ち合わせした時あれ家だったでしょ。そうですね。あれはあれ実家だったの？あれは一応、うん、仲直りの話をする直前の、僕の家だったんです。嘘。あの時は。でも家に帰れてたんだ。一応家で帰れてて。あ、じゃあでもまだ仲直りはしてないタイミングなんだ。その、ちょうど、打ち合わせをした直後に。だからあんなすごい上の空だったんだね。ずっと上見てたじゃん、なんか。そうそうそう。そう、すごい上見てたよね、そう、なんか。ポカーンって。そうです。ちょっとその会議よりもその後に待っている、ちょっと仲直りの、2週間ぶりに話す相手。そう、そうですか。え、じゃあそれで、それがいつだっけ？月曜日？あ、違う違う違う。日曜、あれ？昨日？おととい？おとといぐらいか。どう話せたんですか？ちゃんと。そうですね。その時に。あ、仲直りは。話せて、うん、まあ仲直りは、ちょっと今後、まあ、経過を見ていくというふうに言われまして、僕は、ああ、なるほど。成長していけば、なるほど、なるほど。はい。どんどん。でも、まだちょっと目は合わせられないというか。マジ？そうなの？いやー、そうなんだ。あ、でもまあ、でも仲直りはできてよかったね。ありがとうございます。帰れまして。ちょっと、じゃあいい感じではある、今は。そうですね。いい感じ？その。あ、うん、そうです。悪くない感じ、ね。ああ、なるほど。よかった。じゃあ、ね、ちょっとずつさらに盛り上がっていけばいいっていう感じですかね。はい、そうか。なんかその結婚したことでいいことみたいな感じを聞こうとは思ったんだけども。はい。なんかあるか、ある？あ、そうですね。でも、僕が割と、うん、生活の時間が、うん、深夜中心なので。あ、そうだ。まあ、ラジオね、他にもいろんな番組やってるから。結構朝方帰るんですけれども、うん、ちょっと帰ったら必ず、ちっちゃいメモ帳みたいなのに、うん、お仕事お疲れ様、どこどこみたいな書いてくれて、うん。めちゃくちゃ素敵じゃない。で、ちょっと結構、まあ、たまに、なんか、不機嫌な時は、ちょっと絵とかもちょっと。すごい素敵じゃない。絵とか。で、それ本当に。ちゃんと返事してる？それに。あ、そうですね。それに対して、LINE で返事を。ああ、ちょっと、なるほどね。まあ、寝てるからね。その、帰ってきた時はね。全部メモ取っといてます。もう捨てられなくて。いや、いいよね、それ。で、その翌日ってさ、はい、その、奥さんが先に起きるの？
そういう時って。そうですね。先に起きて。でもそうやったら紙で残しといたらいいんじゃない？ラインじゃなくて。そうそう。紙で来たものに対して、紙で、翌日起きてそれを見るっていう。ああ、そっか、その手が。そうですね。確かに、そっか。紙。その手があったかって言い方はちょっとどうかと思ったけど。そう、で、あの、それ、そう、だからその、はい、そうですね。あの、同じもので返した方が嬉しいんじゃない？って思ったけど。それがもしやったらダメ。あれそれちょっと思いやりがないって言われて。これなんで俺があなたに言ってんの？まあ言って聞きたかったんだけどな、いろいろ。すいません。いやでもいいです。でもそれ素敵なことだね。それが本当に。じゃあそれ、じゃあぜひ次からは紙で。紙でやるといいと思いますよ。ありがとうございます。ノートとかにしといてもいいしね。なんかその、そうか、それ貯めとけるから。そうそうそう。その方が。まあそうで、わかんないけど。メモって。めちゃくちゃメモってるよ。いや、そうですね。そうだね。いや、でも、なんかね、ちょっと、まあ、喧嘩してもね、ぜひね、仲直りすればいいですからね。まあ、ちょっとじゃあ、これからまたいいお話聞かせてくださいよ。はい、ちょっと、結婚、一応、生活の先輩として。どの口が言うのよ、今のエピソードを話しといて。そうだね、でも、先輩ですから。ちょっと相談はしますよ。よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ということで、まあじゃあいろいろなお話はこの後でということで、今日も3時までよろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン。どうも改めましてこんばんは、星野源です。いやー、今日もねよろしくお願いします。今日何回目だっけ、放送241回目、2021年5月25日火曜日の深夜1時からお送りします。生放送でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、ですね、いろいろちょっと大きな発表がありましたので、後ほどお話ししたいと思います。で、今夜のメールテーマ発表しましょう。いつもね、僕やスタッフの、まあ、日常の疑問とか聞きたいこととかをメールテーマにしておりますが、今日はね、サブサッカーの宮森の、疑問でございます。これ聞きたいこと、声が出るほど驚いたこと、これリスナーのあなたに聞きたいということです。先週だよね、これじゃ あ宮森からの言葉。先週星野さんが話していたシャワーの温度の話、夏は41度、冬は43度、42は死にと読めるからちょっと嫌、42度が適温なのは知っているということが、実は宮森、実は僕も、一言一句同じですと、ね、放送の後に告白されたよね。星野さん、これ僕全く一緒ですと。で、42が死にでちょっと避けてるのもそうだし、42度が適温なことも知ってます、本当みたいな、仲間だねみたいな話をして若干盛り上がったんですけど、僕も同じなのだが、昔付き合っていた人にこの話をした時ドン引きされた。いや、だって俺もだってあの後メールでドン引きのメール結構来ましたよ。そんな引くことでもないと思うんですけどね。先週の生放送終わり、家に帰って41度のシャワーを浴びながら、星野さん結婚できねえだろうなと思ったら、その数時間後にめちゃめちゃ結婚していた。いや、めちゃめちゃっていう言い方はどうわかんないけど。確かに、そうだよね。翌日だったもんね、発表はね。ニュースを見た瞬間一人なのに、と大きい声を出してしまったということで、まあ、その他のね、僕のことではないことで、声が出るほど驚いたことを募集したいと思います。メールアドレスは、gen@allnightnippon.com、gen@allnightnippon.com まで、懸命にテーマと書いてお送りください。放送を聞いてのリアクションもお待ちしております。さあ、それでは1曲目。今日、まあね、こういろいろ、まあこの後お話しすることで、いや、だから選曲どうしようかなと思って。やっぱ何かさ、意味が出ちゃうじゃない？こう、どうやってもさ、そう、だから、なんかこう、まあ、なんていう、こう、透かすというか、なんというか、全然関係ないですよって感じで、選曲するのか。それとも、まあ、今回逃げずに、例えばこう、ラブソング縛りみたいな感じでね、
やるっていうのもありなんじゃないかな、どっちかなと思って今日ちょっと会議でどっちがいいかなって相談したら、テラちゃんが、まあ、ラブソングがいいですと言ってくれたということでじゃあね、あのこれだから、まあ、ラブソングということで例えばこういうことやるとね、思い出の曲とかね、こうそう言われちゃってるんで、全然違いますからね、全然違いますからね、ね、そうそう、僕がただ好きなラブソングというね、1曲目はじゃあテンション上がる感じでこの曲に行きたいと思います。ビヨンセでラブオントップ、お送りしたのはビヨンセでラブオントップでした。ね、初めてこの番組聞く方もいると思うんですけども、この番組は僕がいつも選曲して、AM ではねほとんどあんまないんですけど、あのフルで選曲をお送りするという、そういう番組でございます。さあそんな感じで、この後ね、まあちょっといろいろお話ししたいと思います。3時までよろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン、この番組は札幌ゴールドスター、キャリアチケット、楽天カード、ワンカップ大関、サミー、ブルボン、エイブル、種の滝、日本電気ガラス、カジタビフリー、クラシエ、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。星野源のオールナイトニッポンではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは gen@allnightnippon.com、 gen@allnightnippon.com。 番組ホームページではスタジオの様子の写真や現在募集しているコーナーなども載っています。ぜひチェックしてください。うわ、星野源、どうも、星野源でございます。今、ちょっとね、いわゆるこうスマホを見たらですね、いつも、まあ、特に最近、オリコンニュース、ね、オリコンの方がですね、まあ、取材とかもいつもしてもらってはいるんですけども、こうニュース担当の人が多分僕のファンなんだと思うんですけども、ニュースの速度が速すぎて、もう野上くんのことでしたよ、今。そうそう。今、野上くんめっちゃびっくりしてる。そう。野上 D との新婚トークもって、いや、オリコンさん、野上 D は伝わらないですからね。多分ね、そのオリコンさんの人はね、このラジオにどっぷりしすぎてね、多分ガバガバになってる気がする。その判断のラインが。いや、あれ面白かったわ。なんかもう、みんな知ってる感じで野上 D って言ってたから。あれは、ちょっと面白いね。そう、なんて書いてるか気になるよね。そう、俺もね、中までは見てないんだけど、タイトルだけ見て、わ、野上 D って書いてあると思う。いや、面白いです。ね、この中でね、この流れで野上くんが有名になってくれれば僕はもう言うことないですよ。ね。ファイティングパンダというバンドを結成してるね、野上 D ね。さあ、そんなわけで、いやー、ですね、まあ、ちょっとたくさんメールをいただいておりまして、本当にありがとうございます。じゃあ、ちょっとこの、いや、でも、どうしよう。まあ、自分の口から、メールより先に、ちょっと自分の口から言うのがいいですかね。先週の水曜日に、発表になったんでございますが、私、星野源、この度、新垣結衣さんと結婚する運びとなりました。ポーン！いや、ちょっと、いや、違うじゃん。そこファンファーレじゃん。その、レゲエホーンですらない。その、レゲエホーンですらない、口で野上くんが言ったレゲエホーン、ちょっと本物のレゲエホーン聞いていいですか？そう、これらまだ100歩譲って、これならわかるよ。ね？ちょっと、ポーン！いや、そう、それがね、だからもう、いや、改めて俺、今まであんまちゃんと言ってなかったかもしれないけど、言うけど、レゲエホーンに聞こえないからね、これ。全然真似できてないからね。ポーン、ポーンって言っちゃってるからね。もういじられ
いじられてる感じしかしないですよ、その。ポン。お祝い。お祝いでございます。ちょっともう一回じゃあ言うね。私この度、結婚します。ポン。今多分野上くん史上一番迷っただろうね。どれを押すべきか。うわー、多分今の瞬間永遠だったと思うんだけども。で、結局、選んだ選択肢が連打すると、ポポン。最低の、いや、そんなことないですよ。いや、気持ちは伝わってますよ。ね。いや、そんな感じなんです。はい。ですね、たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。千葉県、ラジオネーム、熊牧場のボス。星野さん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。本当にびっくりした時って声も出ないものと思っていましたが、普通に人生最大の声量で、と叫んでしまいました。狂気乱舞した結婚発表でしたが、時間が経つにつれ猛烈な寂しさに襲われたので、二人暮らしになっても変わらず、シャワーの温度42度にできない男のままでいてほしいです。本当に本当におめでとうございます。一生幸せでいてくれと。ありがとうございます。全然42度な、にできてないんで今。うん。多分あんまそれ変わんないとは思います。はい。東京都、ラジオネーム、リポポタマス。ゲンさん。私はネットの情報を鵜呑みにして踊らされないように心がけています。なので確認したいのですが、星野さん。結婚するというのは本当ですか？これはさすがに、これはデマじゃないです。これは、そこまで踊らせる。いや、僕も自分でインスタで上げてるからね、コメントをね。ああ、そう、すごい。いや、でもこれぐらいの気持ちでいていいとは思いますけど、変な情報に惑わされないようにっていうのはもう素晴らしいと思いますけども、結婚するの、本当です。本当です。いや、まあ、おかしいでしょ。いや、タイミング、いや、おかしいよ。遅いの、ちょっと遅いの。盛り返そうとしてももうダメなのよ。どっかでちゃんとしたのをしないといけないと。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね。東京都ラジオネーム、助教師。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。発表があってから様々なメディアで取り上げられていましたね。中には、憶測からの憶測みたいな報道もありました。ありましたね。多かったですね。源さんのことを知る皆さんからのラジオで、お話はどれも興味深く聞きました。そして源さんが本当にいろんな人から愛されていることを改めて実感し、いやいや、ありがとうございます。ファンとしてもとても誇らしい気持ちになりました。若林さんの話と、歌丸さんの話には大爆笑、鶴瓶さんの話にはちょっと涙が出そうでした。まだ周りがざわざわしていて落ち着かない日々でしょうが、今後も面白いことを一緒に体験させてもらえることを楽しみにしています。と。ありがとうございます。そうですね、若林さんがですね、オードリーのオールナイトニッポンでお話ししてくれて、僕もそれ聞けてですね、なんかちょっとグッときましたね。本当に素敵なトークだったね。なんか本当にたくさんの方がですね、この、ラジオだったりとか、いろんなところで話題にしてくださって、本当に皆さんありがとうございます。で、ちょっと全部は聞けてないんですけど、聞けるものはだいたい聞いてですね、昨日のね、須田くんとかも、あと、一個前の夜遊びのお二人とかも話をしてくださってね、もういろいろ、もう本当に、あと、岡村さんも嬉しかった、ありがとうございます。なんか本当に皆さんありがとうございます。でその中で若林さんもう爆笑したんですよ、聞いてて。でその中でね、僕がお電話して、でその時仕事中で出れなくて、でそのまたかけますねっていう LINE を僕がして、でその間に若林さんがオードリーのオールナイトニッポンのタイムフリー聞いてもらいたいんですけど、ドキドキして、めちゃめちゃ緊張したっていう。で、それで話すことをメモに書き出して、箇条書きにまとめたんだけど、だいたい言えなかったっていうようなお話だったんですけど、
なんて言えばいいんだろう、そのメールの内容を俺は言わないよって言ってたのがなんかすっげえ素敵だなと思って、なんかいや、なんかなんていうか、そういう人いないよね、なんていうか、だから別に全然言って僕大丈夫なんですけど、なんかそういうこうなんていうんだろう、芸人さんってやっぱり笑いにしなきゃいけないっていうかさ、そういう仕事じゃない。でその中でやっぱりこう笑いの種類としては何かを腐す方向だったりとか、ちょっとこう、ま、なんか透かしたりとか、あと、ま、ちょっといじるとか、なんかそういう方向がやっぱりまだまだスタンダードなんだと思うんですよね。でそんな中、若林さんが一切腐さずに1ミリもいじらずで、まあ、ご自身のことだったり、あと、春日さんの、まあ、現場であった話とかを交えながら、めちゃめちゃ笑わせてくれたっていうのが、かっけーみたいな。やっぱりなんか、モドリーのお二人っていうのは、若林さんっていうのはなんか、これからの人なんだなっていうか、やっぱすげえなと思いましたね、改めて。かっけーって言っちゃったもん、声に出して、その放送聞きながらかっけーってちょっと言ってしまったんでね。でそうそうなんです、本当にでもね、たくさんの方がお話ししてくれてですね、そう、それで鶴瓶さんもお話ししてくださって、このね僕のこのラジオの後にクリーピーナッツのオネット日本ゼロがあって、その後朝ぼらけがあってね、まあそこでもいつもお世話になってる上柳さんが、まあ、アシスタントというか、ね、こう、ね、聞き手というか感じで鶴瓶さんの番組もやられてるんですけど、そこでお話ししてくださって。で、そう、僕がそう倒れた時に、まあ、もう、倒れた時にこう運ばれた病院でね、主治医の方がいらっしゃったんですけど、一回手術して、で、それがカテーテル手術で、血管内手術だったんですけど、その後再発しちゃって、で、一回血管内手術した後にもう一回血管内難しいのと、開頭手術だと違う病院の方がいいと思いますって言って、違う病院を紹介していただいたんですよ。で、そこで、なんだろう、セカンドオピニオン、なんていうかこう、いろんな人に意見聞いた方がいいと思いますって、その主治医の先生が言ってくださって、本当に感謝してるんですけども、本当に素晴らしい先生で。で、鶴瓶さんに僕知らな、あんま知らなかったから病院を。鶴瓶さん病院知ってますかみたいなお話したら少し紹介してくれたりとかして、お話聞いて、あ、その先生で間違いないと思いますって言って、それで手術して、開頭手術して、成功したという感じなんですけれども、そのお話をしてくださったりとかして。で、まあ、その電話で本当に、まあ、エピソードで言ったり、お話しした通り、ニュースにもなってましたけど、相手方の彼女さんが、自由になるよねっていうお話をされて、ああ、なんかありがとうございますみたいな、なんか頑張ってねみたいな、すごい励ましの言葉をいただいて。で、そう、すごい、僕でも、その時に、すごい言おうかどうか迷って、すごい好きな、冗談っていうか、なんていうか、すごく面白かったんですけど、前になんかお電話、鶴瓶さんとお電話した時に、まあ、たまに電話をかけるんですよ。お元気ですかとか、なんかことあるごとに。で、それがね、まあ、1年前とか2年前ぐらいだったと思うんですけど、まあ、なんかどうやみたいな。で、なんかこう、なんつうのこう、まあ、たまにこう、奥さんの話を聞いたりとかする中で、現どうやみたいな。いや、もう全然なんもないっす、みたいな。で、ほんとなんもないんで、正直に答えしたら、なんか、現な、ガッキーはあかんでって言って、それを前に言われてて、いやもうそんなもちろんないっすみたいな、もう考えてもいませんみたいな、もうその時もマジで何もない時なんで、そうだから実際ね、そういうことになったのは、その去年の逃げ恥のスペシャルの、撮影後なんで、だから11月とかな、かな、ぐらいから、正式にという感じになって、で、ちゃんとね、こう、ちゃんと言って、で、お付き合いして、みたいな感じだったので、全然その頃何もないんだけど、なぜかそれだけ、こう、急に言われたのが、なんでですかって、いやいやいや、とか言ってて、いや、ちょ、面白いなと思って。そう、でもその頃、そのこと多分忘れてるんだと思うんだけど、鶴瓶さん。それすげえ面白かった。で、その話しようと思ったんだけど、ちょっとなんか、
いろんな人にお電話しなきゃいけなかったこともあって、ちょっとお電話しきれなかったんですけども、ちょっと本当にまた改めて鶴瓶師匠、お話しさせてね、ご飯でも。まあ、なかなかね、今、コロナでね、そういうご挨拶だったり、ご飯とかもできないんですけども、またいつかよろしくお願いします。ね。さあ、今、たくさんメール来てますが、質問が来てます、いろいろ。愛知県雷ちゃん、今来たやつですね、これ。僕もネットの情報に踊らされたくないので確認させてください。これはちゃんとした質問です。ドラマの現場で荒垣さんになんでそんなに可愛いの、今の可愛さどっから来るのと聞いていたというのは本当ですか？聞かないです。いやいや、多分ね、これね、あれだと思うんで、その、特番っていうか宣伝、ドラナビとかで、あっちだったかな、なんかの、ニュース番組かなんかの取材で、人間味のその、レギュラー放送の時に、なんだっけな、その、恋ダンスでどこが好きかみたいな話をしてて、で、ゆうちゃんが、こういうとこが好きですって言って、なんか恥ずかしがったのを、何今の可愛いのみたいな、そういうことなんじゃない、これのこと、そのことなんじゃないかな。なんかその、なんていうんだろう、こう、いわゆる宣伝のカメラが回ってるとことかでは、そういうのはこう、思ったら言いますけど、いわゆる撮影中とか、現場では言わないです。なんて言うんだろう。なんて言えばいいの。なんかちょっとね、なんだろうってなるもんね。全然ないです。ね、想像力すごいですよね。まあそうだったらいいな、みたいなことなのかもしれないですけどね。すいません、ないです。ラジオネーム、まごまごマーコ。源さん、ゆいちゃん、結婚おめでとうございます。ありがとうございます。知りたいです。二人、なんて呼び合ってるんですか？来るよね。絶対来るよね。こういうのは。ですよね。いや、ま、とはいえ、全然普通なんです。そうですね。僕は、まあ、いわゆる、なんだろう、これまでも、例えば、宣伝とか、まあ、そういうとこでも、まあ、この番組とも言ってたけど、普通にゆいちゃんって呼んでまして、彼女の方は、まあ、源さんだったり、まだたまに星野さんっていうのは混じる感じですかね。はい。そんな感じでございます。滋賀県、シャープタグ。源さん、質問です。源さんが、荒垣さんにアプローチするために、同じマンションに引っ越したというニュースは本当ですか？僕は91で本当だと思ってます。違うよ。91で思わないで。いや、違うんです。マジでたまたまなんです。マジでたまたまなんです。で、その時に、まあ、なんて言うんだろう。いわゆるこう、ね、こう、セキュリティとか、やっぱいろいろね、こう考えると、結構その芸能人的な人とかが、まあどうしてもいるところになっちゃうんですよね。うん、で、なので、まあ本当たまたまで、で、ちょうどその、なんかこう、報道みたいなのが出たんですよ。一緒のマンションだ、みたいな。で、その頃に、ちょうど逃げ恥焼肉会みたいのがあって、それ何年前だったかな、うん、あって、で、なんかそういう報道出ちゃってすいませんねって、なんかすいませんねってお互いに言い合ってたという、そういう感じでしたね。はい。さあ、続いて、ラジオネームやすけ。僕も、ただの噂を信じないようにしています。なので、源さんに聞きたいんですが、素人者の AV に出てくる女性は実は素人じゃないって本当ですか？バカ！バカ！大事な回。今日大事な回。すごく大事な回。いろんな人聞いてる。多分、あちこちオードリー以上にライターさん聞いてる今日。うん、まあでも、これはね、僕もちょっと、やっぱ知らない業界のことなんで、まことしやかにちょっとわからないんですけども、素人だって言う、ね、こう出てた女性とすごく似た、方が女優さんとして、名前でちゃんと出したことはありましたね。ちょっ
とわかんないですけど、ちょっと本当の可能性は高いですよね。うん。何の話をさせてるの？じゃあ、こんな感じ。もう一つ読むかな。武蔵野市、ラジオネーム、高吉村。5月19日水曜日、日本がお祝いムード一色に包まれました。声を上げて飛び上がるほどに嬉しいとは、あ、これね、僕のね、うん、フィルムという歌詞の、曲の歌詞ですね。嬉しいとはまさにこのこと。一言だけお祝いの言葉を送らせてください。神木隆之介くん、28歳のお誕生日おめでとうございます。そうなの？ごめん、知らなかった。5月19日、そうなんだ。神木くん？神木くん！あの日、LINE くれたけど、そのこと一言も言ってなかったね。ごめん。神木くん、おめでとう。そうか。本当だった？はい、本当ですね。っていうか、神木くん28か。28歳。俺最初出会った頃、まだ多分、中学、高校か。11人もいるの時。なあ。マジか。いや、いいですね。神木くんね。神木くんね、最近こう、まあ、YouTube チャンネルやったりとか、自分のね、趣味みたいなことを、どんどんオープンにしていって、いい感じですね。なんか見てて、こう、いいな、と思ってますね。いや、そうですか、神木くん。おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。さあ、そんな感じですかね。皆さんメールたくさんありがとうございます。はい。そんな感じで、ここで一曲お送りしましょう。今日ちょっと、まあ、なんか、こう、すかすのもなんだなということで。すかすっていうか、なんかね、逃げるみたいな感じで嫌なんで、あれなんですけど。だから、こう、ちょっと、選曲はね、がっつりしたいと思います。まあ、でも、とはいえ、これね、僕すごい好きな曲で、前もね、かけた、まあ、さっきのラボントップもさっきかけた、前かけたことあるんですけど、マイケル・ジャクソンのですね、オンザラインっていう曲なんですけど、これ、この曲好きで、歌詞読むとね、ラブソングって感じでもないんですけど、なんかすごく、いつもこう自分で聴、なんかこう、くじけそうになったりとか、なんか落ち込んだりとか、そういう時聴いてね、すごく励まされてきた曲なんで、まあ、なんとなくこう、愛の歌だなっていう感じがしております。聴いてください。マイケル・ジャクソンで、オンザライン。聴いたのは、マイケル・ジャクソンで、オンザラインでした。この後は、ジングルのコーナー。キーステーションに全国36局ネットで放送中、星野源のオールナイトニッポン。ゴールデンウィークってアルファベットで書くと GW だよね。実はこれ G をダブル、つまりオナニーを2回しろって意味なんだよね。やばいでしょ。しかもゴールデンウィークが終わった次の日はちょうど6日。そう、悪魔の数字6、つまりオナニーはフリーメイソンだったんだよね。やばいでしょ。しこるかしこらないかはあなた次第です。星野源のオールナイトニッポン。これ、オイル袋だっけ？オイル袋もさ、この放送で流れると思ってない、ね、ないだろうね。さすがに。さすが。さすがにパーソナリティの結婚の発表の会に都市伝説の関さんの真似する流れると思ってないと面白い。さあ、続いてはジングルのコーナーです。星野源のオールナイトニッポンのジングルをリスナーのあなたから大募集します。優秀だと思ったジングルは実際のジングルとして流しますので、お楽しみに。はい、じゃあメール読みます。ラジオネーム、おかか納豆カレー。あのお知らせをした時、先週のゲストのあの人の曲を聴いたので作っていました。あの人といえばね、まあ二人いましたけどね、先週あのディレクターのサンタさんと、あともう一人あの、あのニセさんっていう方がね、いらっしゃいましたけれどもね。
あの、このラジオのさ、写真いつも撮ってアップするじゃん、放送後期にさ、めちゃくちゃ気持ち悪かったね、インセが。あの、髪の毛がバラバラになっててね、マスクもしなきゃいけないから、ね、いい感じでした。ということで、初めてジングルを投稿しますだそうです。どうぞ。オールナイトニッポン。ああ、いいですね。ああ、あれですね。ニセさんのリアルという曲ですね。あの、ニセさん、ニセアキラさんという人が、あの、リアルという曲を出してます。YouTube にあるのでね、あの、聴いてください。あの、嘘の春臣さんっていうね、友達の方と、あと、宮城守くんっていうね、何歳だっけな、16歳だっけね、の、子が一緒に歌ってますから、ぜひ調べてみてください。はい、次、ラジオネーム大入り袋。新たに発見しましただそうです。どうぞ。最近気づいたことなんですけど、ウォシュレットをしているときに同時に放尿をすると肛門からおちんちんにかけて一本の水が股間を貫通しているみたいになります。バカじゃないの。とても面白いのでぜひ試してみてください。あ、ハッピーウェディング。星野源のオールナイトニッポン。もうバカだね。そんな発想したことないよ。確かにそうなんだろうな。でも大入り袋19歳、心配だね本当に。なんか前までね、タマジーが心配だったけど、リスナー的には心配のなんか先頭を走るようになってきたね。ね、強く生きてください。続いて熊本県、嬉し涙ちゃちゃ丸。めでてえ。またか、オラまで嬉しくて身震いしちまってるぞだそうです。どうぞ。うひゃー、めでてえなー。いても立ってもいられねえ。お父さん、どこが立ってるの？チンチン書道で、ゆえだ。よっしゃ、墨汁をつけてと。でやっ、音ちゃんとしてんのよ。でやっ、くっ、神、ずれちまう。俺の文鎮で、押さえてやるぞ。わー、やむちゃった。やむちゃ、やむちゃが。よっしゃ、ことぶき十字の完成だ。わーい、よっ。やめて。だから大事な回。その今日大事。え、書いたの？ことぶきという字をしたためました。もしご自宅に飾りたい場合は気兼ねなくお申し付けください。ちょっと写真が来てる。めちゃくちゃ達筆なんだけど、すごいね。すごーい。いや、これすごくない？すごいバランスも完璧よ。これ、じゃあインスタに載っけるか。ね、公式インスタに。ラジオ。何とは言わずに。何で書いたとは言わずに。これ本当に綺麗じゃない？だって。なんかメルカリとかで売れるんじゃないか？わかんないけど。どうですか、ありがとうございます。ね、なんか誰の真似かは全然分かんなかったですけどね。ねえねえ。さあ続いて。兵庫県、ラジオネーム、ステレス豆鉄砲、19歳。こうね、もうこの番組としては。あれだよね、大入り袋の双子の。あれ、豆鉄砲が弟だよね。あれ、どっちだっけね。多分そうだと思う。同じ屋根の下でね、住んでいるという。ゲンさんへのお祝いの気持ちをジングルに込めましただそうです。どうぞ。ゲンさん、ハッピーウェディング。ありがとう。大好きなゲンさんの幸せを心から祝福いたしますとともに、うん、僕は今から金玉の皮でいくつ BB 弾を包めるか実験したいと思います。テンポよくいきます。一、うん、つ二つ三つ四
つ、5つ、6つ、7つ、8つ、なんとか末広がりの8粒、包み込めました。源さん、末永くお幸せに。ありがとうございます。星野源のオールナイトニッポン。ありがとうございます。すごいね。もう兄弟で方向全然違うんだもんね。まあ、チンチンってのは一緒だけども、基本的には。そうですか、仕方ねえな。じゃあもう、二人に、ねぶり棒です。何をあげてるんだっていう話かもしれないけどね。これ今日さすがに全員あげる分はないよね。ま、もうね、ねぶり棒はね。メールね。そうね。で、ちょっとまあ、そうですね、厳選させていただきます。もう最近ね、ねぶり棒少なくなってきちゃってね。また、新しい、こう、グッズ、ノベルティをちょっと考えないといけないですね。うん、さあ、続いて。富山県、ラジオネーム、ナイススティッキーフィンガーズ。この度は誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。ありがとうございます。ささやかではありますが、ご祝儀ジングルを作らせていただきました。お聞きいただければ幸いです。ということです。どうぞ。ありがとう。いや、素敵。素敵でしたね。最初のニセさんのも素敵だったけども、これも素敵ですね。いやー、ありがとうございます。もうね、こう、ちょっと音楽を作ってくれる人にね、ちょっとまあ、お知らせが後ほどありますから、ね。ちょっとね、まあ、ちょっと最後まで聞いてください、ぜひ。ありがとうございます。さあ、最後。武蔵野市、ラジオネーム、タク吉村。源さん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。お二人の新たな門出を祝福し、全力でエールを、叫びながらドラムを叩きましたと。ちょっとよくわかんないですけど、聞いてみましょう。どうぞ。俺たちの源ちゃんの結婚を祝して、ねえ。オールナイトニッポン夫婦を超えていけあ、ちょっと今最後にこう眠り棒をあげようとしたんだけど最後の一言でなくなりましたね、なくなりました、ね、最近タクにあげてねえなって思ってたからすごいドラム面白かったからあげようって思ったけどちょっとなんか狙い、ね、ちょっと狙いが過ぎてる言い方だったな最後はね、そうだったね。そうですね。ツヤツヤ、キュビティキャーみたいな。バカにしてんのか。ちょっと残念。残念たく。ねえ。ねぶり棒はちょっとまだ先ということで。ありがとうございました。さあ、そんな感じで、優秀作品は後ほど実際に流しますので、どの作品が流れるのかお楽しみに、メールアドレスは、gen@allnightnippon.com まで、懸命にジングルと書いてお送りください。採用された方にはシールを、優秀作品を送ってくださった方には、ねぶり棒を差し上げますと。さあ、じゃあ、今日のメールテーマ、なんだっけ、めちゃめちゃ声が出るほど驚いたこと、でございます。さあ、読んでいきましょう。新潟県ラジオネームベルファイアのゴールデンアイズ2。今日のテーマですが、僕は田舎生まれ田舎育ちなので山手線の来る速さに声が出るほど驚きました。これが田舎だと電車やバスを1本逃したが最後30分から1時間待たされます。そうね、確かに山手線ってすごいよね。本当にすぐ来るし乱れないしね、すごいよね。じゃあ続いて、福岡県ラジオネームおつかれんこんトルティーヤ。僕が声が出るほど驚いた話は、兄が彼女と結婚するために同棲を始めたことを SNS で知ったことです。あ、兄貴いなくなったけど一人暮らし始めたのかなと思っていたのですが、ある日インスタを見るとめちゃくちゃ彼女と同棲していました。いいね、この言い方がちょっとこう定着してきそうだね。めちゃくちゃ結婚していたと、めちゃくちゃ同棲していたっていう。5年くらい付き合っているらしいですが、僕は彼女の存在すら知りませんでした。そうか、教えてもらえなかったんだね。兄弟ってそんなもんかしらね。ありがとうございます。ラジオネームアルミカン。僕は
部屋の壁に手のひらサイズの蜘蛛がいたときはとんでもない声を出して驚きました。不意に視界に蜘蛛が入ってくると自分でもびっくりするぐらいの大声が出るんだと思いました。そうだね、虫はびっくりするよね。そうだね、これ前もラジオで話したかもしれないけど、あのなんかお風呂入って全裸の状態で拭きながら寝室にあるこう下着とか、まあ、服を着ようと思って寝室のクローゼット行こうとしたら寝室の壁にでっかいゴキブリがいて、うわぁ一回も出たことないのねって思って、でそれあの僕がそのなんていうの、寝室が真っ暗ででもその奥にあるウォークインクローゼット開いててこう光が入ったんですよ。でその光がその当たってめちゃくちゃちっちゃい雲がめちゃめちゃでかいゴキブリに見えたっていうだけで、あの時も、って声が出た。って声が出て、こう、やっぱ動いちゃいけないし、しかも俺、全裸って思って、その、なんていうか、その、まだゴキブリだと思ってるから、その変に刺激するとこっちに向かってくるじゃない、ゴキブリって。さすがにこう、何の鎧もない状態では戦えないと思って、でも服はその奥にあるんだよね。その、ものすごくゆっくりじりじりと、なんか手に確かなんか雑誌かなんかを持って丸めて持って、行ったら、すっごいちっちゃい子でなんだって言って、っていうのはありましたね。あれはでも虫は声が出るのは非常にわかります。山口県一匹目の猫。ある日目を覚ましたら、不法侵入の野良猫が私の枕元で餌を食べていたことです。それはめちゃくちゃびっくりするね。俺もあるよ。あの、一番最初に一人暮らしした阿佐ヶ谷の3万8千円の風呂なしアパートで、目が覚めて、パッて目、横見たら、チューってネズミが、ドブネズミがいた時は、ギャーッ！そう、それはありましたね。そんな時もありました。さあ、引き続きメールをお待ちしております。メールテーマは声が出るほど驚いたことです。メールアドレスは gen@allnightnippon.com でございます。懸命にテーマと書いてお送りください。さあ、ここでお知らせです。3週間後、6月15日火曜日の星野源のオールナイトニッポンは、あの企画が帰ってきます。第2回、星野源プレゼンツデモワングランプリ。はい、昨年2月以来2回目の開催でございます。リスナーのあなたのオリジナルの曲、オリジナル音源を募集します。楽器を使ったものでも打ち込みでも、まあ、アカペラだったりとかしてもね OK でございます。前回応募総数300通以上、とてもね素敵な音源もありました。なのでいろいろね、まあ、今から募集して厳正に審査をしまして、6月15日の放送で候補作品を流しまして、その中でね、まあ、賞を設けたりして、表彰したいと思います。なお、ルールを設けます。まあ、前回は結構、なんだろう、分数とかあんまりね、規定はなかったと思うんだけど、まあ、ラジオでいっぱいかけたいなっていうのもありまして、ルール設けます。音源の長さ、45秒ぐらいでお願いします。45秒までとさせていただきます。まあ、45秒ちょっとはみ出すぐらいはいいとは思いますが、そのあたりでお願いします。で、前回同様、どこにも発表していないオリジナル音源のみでお願いします。前回結構ね、もう出てるやつとか売ってるやつとかあって、ちょっと待ってよっていうのは結構ね、あったんですよね。先行してる段階で。なので、まあ、前回も言いましたが、今回も、どこにも発表してないやつでお願いします。オリジナル音源のみでね。で、また、それが流れても、もしオリジナルじゃないと判明したらね、取り下げさせていただきますので、ぜひこのラジオのために作っていただければと思います。で、その審査をする審査員なんですけども、ほぼ決まっております。なんですが、ちょっともったいぶって、近日発表し、近日ってもう週一のラジオなんだから大体来週でしょ。来週かまあ再来週かね、発表いたします。これちょっと、おっっていうね、方が、決まりましたね。決まりそうでございます。なので皆さんお楽しみに。オーバーアドレスはこちら、まあ、さっきも言いましたけども同じアドレスでございます。メールアドレスは gen@allnightnippon.com まで、懸命にデモ音源と書いてお送りください。6月11日の金曜日まで
お待ちしております。はい、それではこの後は星のブロードウェイです。続いては星野源とスタッフが心を一つにしてお送りするこのコーナー、星のブロードウェイ。リスナーからドラマのストーリーを募集し、当番組作家が脚本にして、私星野源、作家寺ちゃん、サブ作家宮森、ディレクター野上くん、ミキサー大沢さん、 AD 落合くんがブロードウェイに立ちてという夢を抱きながら心を込めて演じます。しかも、基本的に練習なし、基本的にか練習なし、ぶっつけ本番で、やらせていただきます。今週は神奈川県にお住まいのラジオネームまっかちゃんさんが作ってくれた原案をもとに、作家宮森が脚本を書きました。先日のテラちゃんと落合くんの口 SE クッキング最高でした。次はあの料理を作ってほしいですと。あ、そうですね、これちょっと前だったね。何回目だっけね。2回前か、ね、2回前にブロードウェイで僕、あ、そうそう、このね、当番組のサブ作家の宮森くんが今ね、YouTube チャンネルをやってましたね。河原屋という。あれ、河原屋でいいんだよね。で、料理を作って、で、お酒を飲むっていうね。まあ、どうかと思うぐらいちゃんとしてる、YouTube チャンネルをやってるんですけど、非常に上質なんです。料理うまそうだしさ、なんか、どんどんレベル上げてきてるよね。あれ、なんなん？わかんないです。すごい、なんか、いい家にも住んでるしさ、すごい素敵だよね。なんなん？いや、すごい素敵、いいんですよ。だそれのパロディで、星の屋っていうね、YouTuber として料理を作るというストーリーをお送りしましたけど、それの第2弾ということで。で、今回も、テラちゃんと、作家のテラちゃん、僕の目の前に作家テラちゃんと、AD の落合くんが口で交換をやります。今回もテラちゃんと落合くんはまだ台本読んでない。あ、なるほど。まだ読んでない。本当確かに。伏せてあります。伏せてありますね。はい、開演と同時に初めて表紙を開き、完全アドリブで交換をやりますと。僕もね、まあ、台本はもらってますけど、初めて読みますんでね。さあ、ぶっつけ本番コーナー、AD 落合くんいかがですか？こんばんは。いつになく平熱ですね。いや、ちょっと今までとは違うじゃないですか、こんな回に。今日がねそうだよね。今日ちょっと緊張してる。ちょっとそうですね。出ていいのか。これは今の落合くんの声ってのは基本的にその AM の電波には乗らない声だからね。車とかで AM を聞いたら多分聞こえない。いいんです。ラジコを聞いてる人には聞こえますから。失礼します。ワイド FM。で、いいんです。その感じをぜひ維持してください。あなたの魅力ですから。はい。で、あとは、で、僕と、だから、作家のテラちゃんと落合くんだけという今回のね、出演者でございます。配役発表します。星野源役、星野源。はい。効果音、寺坂直樹。はい。そして交換音、落合亮太。はい。はい。この3人でお送りしたいと思います。それでは参りましょう。星のブロードウェイ第43回公演、星の屋シャープ2です。どうぞ。ふぅ、今日の作業はこれで終わり。お腹すいた。ちょっと早いけど、ご飯にしようかな。よし、今夜はあれを作ろう。まずは油を引いたフライパンを火にかけて、カツッポー、鶏の胸肉を焼いていきます。鶏肉の皮がパリパリになったら一度取り出して、次にニンニクをスライスします。フライパンにオリーブオイルとスライスしたニンニクを入れて、まだ火つけてないですよ。今多分火で一回多分ね、鶏肉焼いて、はい、取り出したから火は止めたんだと。スライスしてニンニクを入れて火をつけます。ポ小さくない火の音。ニンニクの香りが立ってきたら、ホールトマトの缶詰を開けて、カツッカー
グワワ、グワワ人のお声だと思うんだけど、それを入れます。ちょ、ちょ。木べらでトマトを潰して。さっきの鶏肉とミニトマトもあるからついでに入れちゃって、味付けはシンプルに塩コショウでサラ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 。これでしばらく煮詰めたら、同時進行で茹でてたパスタを湯切りして、プシュ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 、ソースと絡めて、チャッ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 、できた鶏胸肉のトマトパスタ。いやー美味しそう。お好みで粉チーズとタバスコをかけて、タバスコかけろと汚い。いただきます。リアルな咀嚼を、うん、美味しい、上手にできた。でも一人分にしてはソースを作りすぎちゃったな。明日トマトグラタンにでもしようかな。何今の飲み込む音ね。ふう、ちょっとタバスコ入れすぎちゃったな。汗が止まらないや。窓開けよう。カー風が気持ちいい。ピューブー、ここが木枯らしじゃねえかよ。ピューは北風。夕焼けが綺麗だな。ああ、ああ、右隣の鈴木さんご夫婦の部屋から何やら声が聞こえてくるぞ。おや、左隣のジョーンズさんご夫妻の部屋からも。うん、いいね。いや、ジョーンズさん、ジョーンズさん日本語でいいねって言ったんで、今。おいです。わお、こんな時間から仲のよろしいことで、うふふ。クソが。いや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 。星野のロードで。何今の。なんか最後変だったね。何が起きたの？ちょっと、てあちゃん喋って。いや、最後、うん、そしてなんかカットアウトして、いや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 っていうタイミングが必要なんですけど、普通そこ野上ディレクターが、キューをするんだね。くれるもんだと思って。うんうん。あと BGM をカットアウトまでちょっと時間があった感じだったっけ？すぐカットした？ちょっと残ったね。うん。それは、あの、今謝ってるのは大沢さんです。ミキサー大沢さんがごめんって言って。大沢さん最近ちょっと気もそぞろじゃないですか。大丈夫？大沢さん何があったの？いやいや、どうでしたか、テラちゃん。いや、2回目なのに、うん、本当に難しい。慣れなさそうだけど、いや、面白かったですよ。ちゃんとやろうとしてたよ。相変わらず気持ち悪かったですけど。前回やったんですけど、うん、簡単に口でこう、例えばカラスだったらカーカーカーって言っちゃうのはダメだって宮森くんに説教を受けたんです。そこはちゃんと、リアルを追求しろと。と、なるほどね、うん。口で表現しないでっていう。なんかオノマトペっていうか、擬音でやらないってこと、ね、本格的に心込めて、音をね、口から出してという話だったので、うん、私はそれに、ね、はいはい。はい。肝に銘じてやりました。ありがとうございます。落合くんどうだった？そうですね、難しいですけど、なんか、口でもいろいろ出せるんだなって可能性を感じました。口の可能性を感じたね、はい、いや、よかった。いや、よかったよ。落合君は確かにリアル派だったよね、どちらかというとね。そうですね。うん、火をつけるときがポッっていうのがちょっとよかったですけどね。ありがとうございます。あと最後の喘ぎ声のところを見たときに絶望的な顔になってたけど大丈夫でした今回は。去年じゃ、前回のときはもう嫌だって言ってたもんね。そうですね、ちょっと見た瞬間に、うん、両親の顔が浮かんだ。ごめんよ、それはもう、宮森に苦情をぜひ言っていただければ。いやいやいや、うん、素晴らしい脚本。いつか落合くんが書くときに宮森に司会しをすればいいかもしれないです、ね。実はですね。そうですね。次回。あ、マジ？はい。落合くんに。書くの？おお、楽しみ。はい。ちょっと待って、今聞いたの？いやいやいや、ちゃんと。前から言ってたね。前からやってますよ。いや、じゃあちょっとよろしくお願いします。はい。すごいね、AD なのに。
あの、本当に、これ真面目なし、書いてみたい、あの、書いてみたいですって言ってくれたので、ぜひ来週でね。来週で、はい。ちゃんと言ってるよ、ちゃんと。はい、大丈夫ね。もちろん大丈夫です、大丈夫。いや、楽しみ、楽しみ。楽しみ、楽しみ。やりたいというね。うんうん、うん、はい。嬉しいね。じゃあ、楽しみに来週もしております。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。さあ、そんなわけで、今日もお送りしました。配役ストーリーを考えてお送りください。役者は私星野源、作家寺ちゃん、サブ作家宮森、ディレクター野上くん、さらにミキサー大沢さん、 AD 落合くんです。当番組作家が脚本にします。メールアドレスは源アットマークオールナイトニッポンドットコム、源アットマークオールナイトニッポンドットコムまで懸命にブロードウェイと書いてお送りください。採用された方にはネブリ棒を差し上げます。はい、ですね、ここで曲に行きましょう。昨日今日あれ告知がありましたけれども、あの、ワニマの健太くんと、あの、まあ、ちょっとラジオで対談したりとか、あとその模様が YouTube で流れたりとかね、映像でします。で、あの、健太くんから、あの、対談していただけませんかというオファーをいただきまして。あ、で、あの、そうそう、あの、うちで踊ろうの時にね、去年の、あの、ワニマがやってくれたうちで踊ろうがもうちょっとあまりに最高すぎて、最高だよっつって、あれ最初、今ね、公開されてるんですけど、最初はあの、僕だけに送ってくれた。で、源さんだけにとりあえずあの送りますねって言って、でもあまりに良かったからもう絶対公開した方がいいよって言って、わかりましたって言って、そしたらそっからビデオを撮り始めて、それにめちゃくちゃ時間がかかっていやでもね、すごい、そうビデオも面白かったし、なんかその時、まあ、あまりにも熱量っていうかね、労力がすごかったんで、あ、なんかまた会いたいなとか、あとはお礼言いたいなっても含めて、あの対談してきました、もうすでに。でね、すごい、それであのちょうどワニマのあの、新譜のチリチリソースっていう、あの、EP があって、4曲入りの。で、それ届いてて、あの、聴いてくださいっていうことで。で、聴いたらね、もう、すげえ良かったんですよ。素晴らしかったの。で、あの、今出てる、僕が出てるね、あの、ムジカっていう雑誌。で、編集長の有泉さん、僕いつもお世話になってるんですけど、有泉さんが、その、僕の後にワニマが、あの、取材受けてて、その、今出てる雑誌のね、次のページで。で、もう、めちゃくちゃ絶賛してたの、有泉さんが。で、それの意味がすごくわかるっていうか、その、スリーピースバンドで、で、あの、同時に発売してる、あ、同時じゃない、あ、最近その後に発売した、旅立ちの前にってタイトル合ってると思うんだけど、確かその、タイトルの曲は、この番、あの、あれだよね、その、オーナイトニッポンのディレクターズプッシュみたいになってたと思うんだけど、それはこう、いわゆるワニマの応援ソング的な、あの、アンセム的なね、ワニマっていうイメージの曲ではあるんだけど、で、それっちじゃなくて、あの、そっちも素敵なんだけど、その、EP の方の4曲がね、なんて言うんだろうな。スリーピースバンドの向こう側に行こうとしてるんだよね。なんていうか、それはすごい感じで。でも、いわゆるなんかその楽器を加えるとか、なんか全然違うジャンルに行くんじゃなくて、あの、ワニマがワニマのまま、あの、次のステップに行こうとしてるっていう感じがすごいして、すげえいいなと。で、その4曲がね、ほぼ繋がってるみたいな構成で、なんか熱量がすごくて、で、そんなのをね、あの、僕その、すごい、いいねって思ったことを褒めるの好きなんですよ。だから、すごい褒めてきました。あの、褒めてきましたっていうか、あの、偉いと思って。うん。なんか、なんつうの？後ろ向いてないっていうか、これやってればいいんでしょって感じが1ミリもないくて、なんか、かといって、なんていうの、全然違うことするわけでもないっていうか、なんかそういうのを、ワニマは、なんていうかこう、シンプルに、こう、いい歌だったり、あの、思うメッセージをシンプルにずっと届けていくんだっていう、あの、人たちかなと思ってて、それももちろん素敵だし、あの、その感じなのかなと思ってたんだけど、さらにそこからもう一個向こうにしてる、行こうとしてるっていう感じがね、とても素敵でした。なんで、あの、ぜひその対談聞いてほしいんですけども、その EP の中の曲を一曲ちょっとお送りしてます。まあ、ちょっとこう、ラブソング縛りでは、だけど、これちょっとラブソングって感じでもないんだけど、なんかね、あの、そばにいてくれるような曲なので、とても素敵です。ワニマで、月の傍らで。お送りしたのは、ワニマで、月の傍らででした。ですね、なんかそういう、あの、あ、いいんだよ。あ、いいのよ。いいのに。ストーップ！もうダメ。ちょっと大沢さん
ちょっとワニマの話しようかなと思って。でも、スイっていうかそのジングル鳴ったから、ジングルの中で収めようと思って、大丈夫ですよって、オッケーってやったのに、止めたのね、あなたは。大沢さん、どうしたの最近。何があったの。何もないわ。そうか。いやー、ちょ、まあ、ワニマのね、話は、そのラジオでぜひね、聞いてくださいよ。うん。あー。はい、たくさんメール来てます。ありがとう。宮城県ラジオネームあわ。ゲンさん、大沢さんが肝そぞろなのは怪談男子を封印されたからではないでしょうか。確かに。そうそうね、この、あ、これ何回だっけ、4回からいつも僕の番組終わりでね、送ってくださるんですよ、わざわざ。で、送ってくださるんだけど、僕らが、エレベーターに乗る時までエレベーターを見送って、そっからめちゃくそ急いで走って階段降りて、僕らがエレベーター開く頃には下で待ってるっていう、そういういつもやってくれてたんです。でも危ないからやめなっていう話をして、もうね5年ぐらい続けてくださってましたからね。いや、そうだからで、やめてたから確かに調子悪いのかもしれないですね。なんか確かに5年続けたルーティーンを止めるっていうのは結構確かにあるかもしれないです。続いて、ラジオネームガグビー。ネブリ棒の次のノベルティですが、ボールペンを玉と竿と読んで配るのは。やだよ。読んで配るのはどうでしょうか。じゃあ、ネブリ棒はさ、まあ、歯ブラシだけど、じゃあ、ネブリ棒は別に、ね、下ネタじゃないですから、まあでも玉も竿も別に下ネタじゃないか、厳密には。確かに。考えときます。続いて、ラジオネーム財布落としましたよ。今日は落合くんの声を聞くためにこのラジオを聞いていたので、どういうことそのいやいや、一応俺のラジオなんですけどいや、一応俺のラジオなんですけど、しかも落合くんのね、毎回出るかわからないのに、もう落合ファンができたという。落合くん、じゃあ耳の情報ね。落合くんはめちゃくちゃ散髪しました。めちゃくちゃ髪の毛短くなってます。ね。短くなってるね。先週切りました。耳寄り情報です。落合くん、AD 落合くんは、先週切りました。ね。若い頃の、柳葉さんぐらい短いです。あ、で、まあ、いろいろあるな。柳葉さんの時期。確かに、長い時もあるわ。ごめんごめん。ちょっといい。忘れてください。はい、あ、で、そうだそうだ。で、聞いていたので、たくさんのオノマトペと貴重な喘ぎ声をいただけて満足しております。落合くんの喘ぎ声が、いいね。なのはしっかりメモしておく。確かに、喘ぎ声って言われて、いいねっていう人はなかなかいないの。確かに。これはもう心のメモにね、追加していきましょう。宮城県阿波。今日って大事な回ですよね。ブロードウェイグダグダすぎませんか。いや、本当に。それはもう、本当にその通り。ね、でも、いつもそうなんです。いつもそうですから。気にしないでください。ね。はい。というわけでね、次の曲かけたいと思いますが、不思議という曲をかけたいと思います。新曲でございます。それで、先日発表されましたけども、6月の23日に、でも久しぶりに CD シングルが出ます。すごいちゃんとファンファーレ出すじゃん。俺の結婚の時だけちゃんとしてなかったじゃん。すごい、それ以外ちゃんと出るんだね、うん、そう、それで不思議創造というタイトルでですね、不思議という曲、そして今年の1月、あ、違う、2月にリリースした、創造というね、スーパーマリオブラザーズ35周年のテーマソング。そして、うちで踊ろう、かっこ大晦日。うちで踊ろう大晦日へ、去年の年末の紅白歌合戦で、そこで初めてフルを披露したという、ね、うちで踊ろうの完全版でございます。それを、新たに、スタジオでレコーディング同じメンバーでしました。いや、もう、非常にいい感じになっております。
そしてもう一曲、追加されるということでね、タイトルなどは、まあ、後日発表ということでお楽しみにしていただければと思います。そして初回版2つありまして、感謝版は去年やった、オンラインライブの、グラディチュード、これフルで入っております。あとメイキングとね、あとはあれだ、オーディオコメンタリー、サンタさんがね、素晴らしい、先週来てくれたサンタさんがね、今日もねカメラで撮ってますけどね動画撮ってますけど、まあ、出ればいいのにと思いつつ、今日はねカメラマンとしてディレクターとして仕事を全うしております。まあ、今日ね、今日、まあ、記念、一応記念的な回ということで、回したいということで来てくれてますけどね。で、あとは、もう一つ、宴会版ということで、今年3月にありました、オンラインライブで、こっちはね、生配信でした。で、その宴会のライブと、あと宴会打ち上げ部分、両方入っております。で、こちらも、メイキングサンタさんやってくれました。で、オーディオコメントリーをサンタさんと一緒に喋っております。ね、もう、ぜひ、両方手に入れていただきたい。めっちゃいい感じです。さっきジャケできました。おー、そうなんで、ちょっとワクワクしております。皆さんぜひ、もう予約受付中でございますんで、ぜひ手に入れてください。さあ、いやー、だから、ちょっと久しぶりに不思議な話しようかなと思って。そう。だから、いや、やっぱね、こういうね、発表があるじゃないですか。で、まあ、曲作ってるのは今年の、だから 2月以降だったんで、2月以降、2月、3月、4月という感じだったので、まあ、その、もちろんこういう発表があるっていうのは、こう、だんだん決まっていったわけですけども、その中で、まあ、歌詞を書いてるときに、いや、これなんかその、彼女への曲だと思ってもらえると困るな、っていうのはずっと思ってて、でも絶対思われちゃうだろうな、みたいな。でも、だからといって、まあ、今回、ラブソングっていうものをね、こう、もうど真ん中でやるぞと、そこから、まあ、逃げたり、すかしたりせずに、しっかりラブソングっていうものを作るのだと。で、まあ、自分の思うラブソングで、僕はもそもそも自分のその体験とかをそのまま歌にすることはないので、で、ラブソングでも自分がいろいろ体験して今までのいろんな思いだったり、で、あとは自分の考え、愛とはこういうものだと思う。みんなが愛って思ってるものを僕はこういうふうに表現しますっていう、なんかそういう曲にしようと思って、まあ、でもやっぱりそういうふうにするとね、こう、どうしても、まあ、ラブっていうところに、こう、すごく近くなるんで、どうしても連想として、そうなっちゃうのかもしれませんが、全然そんなことはないです。で、あと、そうならないようにすっごい頑張って書いたけど、まあ、こうやってふうに受け取る、まあ、誰でも受け取れ、ね、やっぱこう、連想しちゃうとどうしてもそうなっちゃうなとは思うんですけど、まあ、そうじゃないということを、まあ、ファンの方には、こう、思っていただければ嬉しいなと、思っております。そんな感じで、不思議を聞いていただきたいんですが、今日はなんと、テラちゃんが、前工場を久しぶりにしてくれるということで。はい。ねえ。普段ライブで。ね、いつもね、僕もライブで、まあ、前やってもらってましたね。はい、アンコールの時にやってもらったりとか。最後の曲とか。そうだよね。その曲の説明をさせていただくという。ね、はい。もう、作家のテラちゃん、じゃあ、前工場。いいですか？じゃあ、もう、お願いしちゃって。はい。それでは、さあ、寺坂直樹。はい。僕の星野源の新曲、不思議の前工場からです。どうぞ。星野源さん、本当に良かった。星野源のオールナイトニッポンが産声を上げ5年と2ヶ月余り。ちょっと待って。オープニング、ビタースイートサンバとともに、いつかこういう嬉しいお話をされる時が来るだろうとは思っていましたが、まさかそれが今日になるとは、すいません。喜ばしい知らせに当初は驚きつつも、じわじわと嬉しさが湧き立ち、感動し、自然と涙を流しておりました。私だけではありません。ディレクター野上くん、サブ作家宮森くん、AD 落合くん、ミキサー大沢さん、ヒカルちゃん、そして何よりもそれはリスナーの皆さん、みんなが喜び感動いたしました。思えば星野さんはいつも撮影や曲作りでヘトヘトに疲れても、リスナーのメールに励まされ、2時間後は元気を出して、有楽町を笑顔で去っていかれました。しかし、時には、そのレベルを超え、正直に言いますと辛そうだなと思った時期もありました。エッセイ命の誘うからでも記された心が苦しくなって夜の晴海ふ頭を海で一人で眺めたお話は、なんとか星野さんを助けてあげたいものだ。私たちもリスナーの皆さんもそう思ったと思います。しかしこれからの未来は違いますね。一人ではなく二人になるのです。その苦しみは半分に、喜びは2倍になるのではないでしょうか。どんなこともパートナーと二人で考え乗り越えていかれるのだ。私たちはそのことが何よりも嬉しいと思っています。さあ、皆さんも一人ではなく、誰かきっと分かち合う存在がいます。今夜はその人を思い浮かべながらお聞きください。星野源さんで不思議。
お送りしたのは星野源の新曲です。不思議でした。いや、テラちゃん最高だったよ。失礼いたしました。いや、最高。もう、テラちゃんのね、工場聞きながらね、もう聞いてるあのブースの外のね、ヒカルちゃんとかね、うちのスタッフ全員号泣です。いやいやいや、そんな。もう、こんなに一斉に泣いてる。すいません。そう、でも本当に素晴らしかったです。ありがとう。すいません。ありがとう。さあ、そんなわけで、はい、ここで、リスナーのみんなの思い出に残る生態系を紹介する、いらなコーナーをお届けします。あんなに先にいい声なんだろう。今日は24年ぶりのスーパームーンだったって。ああ、狼になりそうだよ。おお夜の国勢調査。あんなにいい工場呼んだのに。日が明けて今日はスーパームーンらしいですね。ね、はい、狼になりそうだ。ね、狼にならないでください。はい、みんな、どんな濃厚な生の時間を過ごしているのか、おはがき眠ってまいります。ラジオネーム、餅は飲み物、36歳女性の方です。ママは、雨の日はご機嫌だよね。わかる。花粉症だからでしょ？私も雨の日が好き。そう言って傘を差して登校していった娘。入れ替わりに、夫が仕事から帰宅。雨だね。する？私はうなずく。義父母と同居の私。声を殺していたすのが常。声出していいんだよ。雨の日は特別。春の雨は突如激しく雨音を立てる。抑えきれない声を漏らしても雨音にかき消される。打ちつける雨。押し寄せる快楽。夫が私の背中に雨を降らせた。雨の日は特別。いつか娘に言うべきだろうか。雨の日が好きなあなたは、春の嵐の雨の日にできた子なのよと。素晴らしい。もう冒頭から、冒頭の導入から、お尻まで完璧なハガキですね。ありがとうございます。眠り棒を差し上げます。ね、ちょっと、おかしくない？ねえ、今のファンファーレからのもう、ジングルおかしくない？そんなに、同じボタンで押しちゃったのね。すごいね。しかもそのまま行くんだね。ありがとう。最近気づいたことなんですけど、ウォシュレットをしているときに、同時に放尿をすると、肛門からおちんちんにかけて一本の水が股間を貫通しているみたいになります。そんな発想するよ、ね、とても面白いのでぜひ試してみてください。あ、ハッピーウェディング。星野源のオールナイトニッポン。星野源のオールナイトニッポン。この番組はイーチコ下町のハイボール、ベラジョン無料版、池田東華工業、ワンカップ大関、宇部興産、昭和産業、井出光興産、三和シャッター、三井住友海上、日本外資、札幌ゴールドスター。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、星野源のオールナイトニッポン。早いものでエンディングのお時間でございます。この後3時からはクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロをお送りします。さっきですね、クリーピーナッツの2人が会いに来てくれて、ドンペリニオンをくれました。すげえ。ありがとうね。この後ね、頑張ってください。さあ、ギリギリ読めるか、感想。足立区ラジオネームテンガリオン。今日の放送はリスナー以外にもいろんな人が聞いている中でいつもの放送してくれて嬉しいです。源さん、改めて結婚おめでとうございます。ありがとう。ありがとうね。兵庫県アマビエ。まさか野上くんの登場で思いっきり突っ込み、源さんの結婚報告で喜び、大事な会なのにどしもネタ満載でお腹を抱えて笑い、愛にあるテラちゃんの泣き笑い前工場で号泣するなんて思いませんでした。本当に素敵な大事な会でした。星野源さん、新垣結衣さん、星野源のオールナイトニッポン、リスナーの皆さんに幸あれ、みんなで幸せになろうと。ありがとうございます。いいね。いやー、そんな感じで。まあ、特に僕の仕事の仕方は変わりませんので、これからも何卒よろしくお願いします。温かく見守っていただければ幸いです。そんな感じで、今日もありがとうございました。星野源でした。また来週。